全所得者に対して一律の 50% の主張をしてる。あれは単純化した過程ですよね。あの単純化した、うん、まあ、僕は独立の話だと思ってて、はい、別の話、なので、はい、そうするとその中根さんの評価ってのは分かんなくなってくるんですけど、ベシキータも支持するかどうかは、はい、この片谷さんの議論を支持するかどうかとは、まあ、まずの関係に考えるというですよね。で、ちょっと考えますと、この話しゃべって時間になります。じゃあ、はい、どうぞ、中根さん、はい、あまあ、一応お話聞いてきて、私も立岩先生も読んでですね、ガクッと感じたことはですね、立岩先生はこの本でやられていることっていうのは、まあ命題の話をあるいは命題を立てて、それに対して反証しているということで、このロジックが妥当云々っていうことではなくてですね、命題の反証に終始しているんではないかということを感じました。で、まあ、それだけだったら別にあの何のなんていうんですかね、この本に対して僕に意見がうんぬんっていう話じゃなくて、それはそれで、まあそうだなと思って読めた部分もあったんですが、結局立岩先生が言いたいことは、直接税の累進性の強化ということであって、そこのですね、主張をサポートするために、中根さんが、説明してくださったですね、あの自由のための分配の確保と、所有概念の再構築、ここがまあ鍵になっているはずで、で、私が気になっているのは、自由というのは何かということとですね、所有概念の再構築ということに関して、立岩先生は、どういう方向を目指して、所有権概念を定義しようとされているのかというところを、まあ、それで教えていただきたいなと思います。まあ、どのようにお考えになっていると、皆さんがお考えになるかということです。助けてください。いや、あの立岩さんの話をし始めると実は時間がたくさんかかりそうなんで、あのコンパクトに話そうと思いますが、まずそのこの本の評価ってことに関して、あるいはそのここで展開されているその所得税の累進性を、高めよう、その、まあ、具体的な、政策的な提言提案っていうこと自体がに あまり、ウエイトを置きすぎて議論してもあまり意味はないのかなと思っています。で、その立岩さん自体は、まあ、今その長谷さんがおっしゃったことが本質だと思うんですが、その、一定 の, その、まあ、実現、しよう、多くの人にコンセンサスが得られるであろう、まあ、ある種の価値に基づいて、まあ、それをその、まあ、その公理のようなものとして立てた場合に、どういう社会状態が望ましいかということを設定した上で、まあ、その状態を実現するのに、今、現実政治を動かすとしたらどういう道筋が一番、実現可能で、まあ、近道なのかということを、まあ、この本では、こういうやり方もあるんじゃないのという形で提示しているに過ぎなくて、それが唯一の道であると思っているとか、ベストの選択肢だと思っているということで主張しているわけではないというのが、まずはこの本の位置づけ
で自由概念については、まあ、曖昧といえば曖昧なんですが、立岩さんが言っているのは、まあ、それぞれの人が、まあ、やりたいことができる、自分の好きなことができるという状態が自由です。で、その状態を、できるだけ普遍的にあらゆる人に、分配する、まあ、その状態が普遍的に実現できる状態を、まあ、良い社会状態として設定する。でもちろんそれは、全ての人が好きなようにやってると、その競合して対立が起こるわけですから、というかそれぞれの自由を最大限に認めるということは不可能なので、であれば、まあ、その同程度になるように分配しましょうというのが基本的な考え方です。 ですから、まあ、その場合そのいわゆる消極的自由と積極的自由を区別して、消極的自由のみを自由として設定するというような考え方は取らないというのが基本的な。で、所有権に関しては、いわゆる法的に保護されるその所有権というものを認める立場に立っています。ただ、どこまでを所有の対象とするかというその具体的なその所有権の設定の仕方の規則は、現状のものとは、違う形で構わないだろうというのが立岩さんの立場で。で、現在のその所有権というのは基本的には、まあ、そのロック流の、その生産物に対しては、まず正当な権利として所有が認められて、そこから何らかの、まあ、自発的な交換なり、政治的な再分配によって、その所有権が移転されるという、まあ、その構成を取るわけですけれども、立岩さんが考えている、まあ、その所有権の設定の仕方というのは、まず、さっき言ったようなその自由、各人にとっての自由を実現するできるだけの、それにとって、必要な、財が、それぞれ、その所有の対象として認められるという状態を、設定、その所有権の設定のルールとして採用して、で、ただ、それがその何て言うんでしょうかね、純粋にその平等に分けるっていうようなことをやると、その労働インセンティブの問題があって、その生産が、十分になされなくて、その分けるものがなくなるという状態になるので、その分 その必要なそのインセンティブを与えるために、生産にとって必要なだけのインセンティブを与えるために、その、初期に設定された所有権の状態から、格差をつけていく、要するに働いた人がたくさん取れるようにその所有権の、与え方をその変更するということは認めて構わない。で、それがその十分に生産が実現できる水準にまでその格差を拡大した時点で、その状態を正当な所有権として認めましょうというのが、その基本的な考え方。で、その状態を実現するのにどういう手段が一番